山口市立図書館は山口市立の公立図書館の総称。合併前の旧市長単位で設置されている図書館及び移動図書館を含めて山口市立図書館と称する。かつては各館で相互の取り寄せができなかったが、2008年3月から市立図書館全館で多館資料の取り寄せが可能となり、また貸し出した館以外での返却も可能となった。以下のリンクに 各図書館の遠隔が示されている。各館とも貸し出し可能資料数に以下の制限がある。山口市立中央図書館山口市中園町7 7の山口情報芸術センター内に併設されている図書館である。それまで山口市には県立山口図書館があることもあって、市立の図書館がなかったが2003年11月1日のセンターオープンに合わせて、 山口市発の私立図書館として設置された。各私立図書館の蔵書はインターネットから検索、貸し出し予約、借りている資料の確認などを行うことができる。返却は他の山口市立図書館や仏勲、山口地区の各公民館でも可能。また、定期的に職員とボランティアによるお話し会が催されている。図書館が閉まっているときは、 玄関のブックポストに、図書、雑誌、紙芝居のみ返却できる。山口市小郡下文号609-1にある図書館で、ある。山口市と合併する前は、小郡町立小郡図書館であった。2008年11月3日に新図書館がオープンした。図書館が閉まっているときは、玄関のブックポストに蔵書のみ返却できる。山口市アジス2737-1にある。 図書館である。山口市と合併する前は、アジス調律図書館であった。愛称は、キララ館。図書館が閉まっている時は、ブックポストに蔵書のみ返却できる。山口市特次堀1527-3にある、図書館である。山口市と合併する前は、特次調律図書館であった。図書館が閉まっている時は、玄関のブックポストに蔵書のみ返却できる。 山口市阿を特佐中3375の3にある図書館である。山口市と合併する前は、阿を調立図書館であった。図書館が閉まっている時は、阿を地域交流センター内返却ポストに蔵書のみ、返却できる。また、借りるときに手続きをすれば、阿を総合支所内の各地域交流センター分館でも返却できる。 山口市愛を東6823-1にある図書館である。2010年8月1日に愛を地域交流センター併設の形でオープンした。週3日、2週間に一度、6コースを順番に定期的に運行する。一つの場所につき約40分の利用ができる。物訓で借りた資料は、私立図書館や山口地区の各公民館でも返却することができる。 また、中央図書館の蔵書を仏訓に返却することも可能。また、中央図書館の本と合わせて一人十冊までの本を借りることができる。ありがとうございます。